に始めときます。よっしゃ、頑張るぜ。頑張るぜ。次もお悩み相談。次は今年1年のプレイバック。ああ、さっきの、そう、来週のトークテーマで、今年1年のプレイバック。あ、なんかある？振り返り。すごい。あ、こっちの方がいいな、なんか。緊張しないね。しないって言ったらあれですよ。あ、まあ確かに。ですよね。いいっすね。良いお年を。ちょっと早いですね。あ、今日もゲストですみたいな手で行くんだっけ。そう。ああ、オッケー。そうですよね。あ、そうですね。テイ、テイっていうのが面白いですよ。そうそうそう。28日っていう、あ、そう、テイで行くしかないですね。っていうテイで、もう洗脳するしかないです。先週もありがとうございましたみたいな。ああ、なるほど。え、これ流れてるんですよね。あ、これ流れてます。この今の打ち合わせも流れてるんですよ。はず。打ち合わせはず。おお。来たよって。え、すごい。プレイクさん。ありがとうございます。ありがとうございます、プレイクさん。嬉しい。よっしゃ、頑張れっていうあれだ、絵文字だ。うーん、グーってやつですね。グーってやつ、グーっていう。あ、そう、うん、あ、すごい。おお。力字を押しって、あ、嬉しいですね。力字押し、地下 YouTuber 押し。 ありがとうございます。地下 YouTuber は入ってます。これからこれから。いいね。こんな風に来るんですね、こういうセカンドでも。うん、そうですそうです。すごっ。私もあんまりこれは、うん、こっちでの収録の時はあんまりツイキャスやらないので私は使わないんですけど、結構知ってくれてるんですよ、みんな。すげえ。シーサー、デイジ暇。デイジ暇。これはツイキャスはもう始まった。ツイキャス始まってます。じゃあやりますか。はい。じゃあ、ちょっと待ってください。じゃあ行きます。はい。12月28日、水曜日、お昼3時半を回りました。住所不定無職の変人さん、メンソーレのお時間です。今日が第、今日が第10回目。おー、10回目。10回目。キリがいいですね、最後に。あ、確かに。年内最後が10。うん、10。キリがいい。で、ついさっき9回を言いました。はい、言いましたじゃん。放送しました。一応28日のテイ、はい、テイで。収録なので。収録なので、はい、テイでお送りしますんで。何卒よろしくお願いします。はい、初めてのね、収録放送なので、ちょっと、うまくいかないと思ってください。はい、よろしくお願いします、はい。え、今日もゲストをお呼びしました。はい、どうぞ。あ、先週も出演しました。今週も出演します。エクボは恋の落とし穴、タイヤガ TV、タクです。今週もよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらです、タイヤガ TV。 振り紙ですね、私。振り紙さんがいいですね、うちは。あ、いいですね。あ、言っちゃってよかった。家出る前に3分で作ったんで、あ、クオリティがかす。ちょっとダメなんですけど。はい、今年最後の放送、はい、ということで、今日のトークテーマなんですけど、はい、今年1年のプレイバック、これってエコーとかない？あ、言いますよ。あ、いいんですか？じゃあどうぞ。今日のトークテーマは、今年1年のプレイバック。え、入ってますね。よかった。今の間はちょっと怖かったですね。入ってますね、一応、助けて。ちょっと、滑ってないことにしましょう。今年1年のプレイバック、振り返りをみんなで一緒にやっていけたらなと思うんで、どしどし、はい、応募。うんうんうん、コメント、はい、送れるんですよね。ツイキャスやってますからね。あ、そこそこ、うんうん、コメントいっぱいください、はい、お願いします。はい、この番組ではシーサーかっこリスナーさん本人や身の回りの変人エピソードなどを大募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではツイキャスと YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができます。楽しんでください。ツイッターも連動しております。たくさんツイートしてください。はい。同時放送もお送りしているので、お送りしております。アプリのリスンラジオで聞いてください。
パソコンでお聞きの方は FM ギノアンのホームページに再生ボタンがあります。全編、完全全編同時放送お楽しみいただけます。ちなみに僕のツイッターこれです。これで検索したら出てくるんで聞いてる人これだった。あ、そうか、聞いてる人わかるか。住職定無職アットマークひらがなギノアンで検索していただけたら私の無職のツイッターアカウントが出てくるので楽しんでください。お願いします。一旦ここで CM お願いします。オッケーです。でもこれは流れてるんですね。私もツイッターは流れてるので、はい、シーサーの皆さんこちらです。はい、じゃ CM 開けたところから、あ、ですね、そのまま撮りますか。よっしゃ、はい、今もう CM 開けた手で、今 CM 開けた手で CM に差し込む。はい、CM ありがとうございました。はい、後半戦のCM ありがとうございました。意味がないです。後半戦始まります。はい、1年の振り返り、反省していきたいと思うんですけども、うん、ちょっと今撮っといていいですか？今浮かばないです。ごめんなさい。さっじゃあ、ご本人は？ご本人はちょっと浮かばないんで、はい、もうちょっと先輩に投げていいですか？はい、あ、お願いします。はい、どうぞ。あの、プレイバックというか、今年1年ちょっと、自分でもモノマネを挑戦しようと思って、でモノマネが1個出来上がったんですよ。おお。でもちょっとみんなわからないかもしれないんですけど、聞きたい。あの、ネットフリックス、わかります？ネットフリックス、はい、ネットフリー、はい。で、ペーパーハウスっていう銀行強盗の、うんうんうん、あの、ありますね。オリジナルドラマ。あ、そうそうそう、ネットフリックスのオリジナルドラマがあるんですよ。海外ドラマが。ペーパーハウスですね。はい。っていう、あの、どのドラマの中で、デンバーっていう役者がいるんですけど、わかんないっすね、それは。それのモノマネをやっていいですかね。わかんないモノマネをしてくれるんでね、楽しみ。はい、ちょっとマスク失礼しますね。はい、よし。っていうやつですね。これ似てますね。似てます。似てます。これ見たことないですか？似てます。似てました。似てました。本物かと思いました。実写版かと、実写版なんですけど、あれもドラマ。本物の中の人だと思いましたもん。うん、あ、そう、ペーパーハウスです。待ってください。ペーパーハウス分かる人いました？ツイキャス。面白いですよ。でも分かるのかな？放送事故って来てますよ。放送事故です。もう一回やります。ああ、もう、いやいや、もう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 、この番組終了になりますよ。習得した。そうですね、なんか。1年かけてこれ？あ、でもあと1個。やばくないですか？あの、モノマネがあるんですけど、でもこれちょっとラジオ、もう顔マネなので、ラジオではできないんですよ。そうですよね、ラジオって。一応やった方がいいですか？ツイキャスのシーサー、ツイキャスシーサーの皆さんに。ああ。じゃあ、あの、顔マネってどういうの？ラジオ収録をしている、ミスター・チルドレン、桜井和寿さん。あれを見てます。ちょっとマイク邪魔で口あんま見えてないと思うんですよ。もったいない。見えないぐらいが。あえて見えない方が似てる。とあれですね。うん、後であの YouTube で、うん、このツイキャスの動画が出るので、はい、皆さん似てた今。でも似てますね。目の感じが。沖縄の桜井さん。口開けただけっすよね。FM 沖縄の桜井和寿さん。なんでパーソナリティ風刺自分になってますみたいな手で。ああ、てか、やってるかもしれない。てか、もう来ますんで、いっぱい。あ、もう、はい、コンビ。コンビで、はい。コンビでやっていくんで。ピン、はい。あ、トリオでやっていきましょう。あ、トリオで。トリオですね。トリオ。花見さんと、はい。リーダー、よろしくお願いします。お願いします。あ、こっちか。お願いします。うわー、はい、プレイバック。あ、花見さんは何かありますか？振り返り。あ、私、振り返り、もう結構いて、他の番組でも行ってるんですけど。ああ、もう。この中になって、で以来初めて今年あの旅行に行って、うでそれコロナになる前までもよく行ってたんですよ。でもコロナで行けなくなって、でもそれが普通になってて、はい、で今年久しぶりに行ったらもうそれが楽しくて、うん、あ、久しぶりだから、もう久しぶりで、うん、3年ぶりとかですもんね。あ、そう3年ぶりくらい、コロナだから、うん、それが楽しすぎて、はい、帰ってきてからまたすぐなんかもう楽天のセールとかずっと、あ、次の計画を、次の計画をうわ確かに、なんかもうそれでなんか久々にあの楽しみを思い出したみたいな感じでした、うん、なるほど、じゃあいい振り返りですよね、うん、いい振り返り、行ってよかったなっていう、うん、これはいい振り返り、ああなるほど、いいな、あ確かに、うん、旅行ですよね、旅行で、こういうマスクもやっぱコロナになって、うん、もうこれが今当たり前になってますしね、確かに、旅行が行けないのがもうなんか当たり前の空気じゃないですか、うん、今もう、うん、でもやっぱもう
行った方が分かりますよね、うん、なんかそういう旅行だったり、あ、そうそう、やっぱりなんか現地の沖縄でもう遊ぶだけでも十分楽しいやみたいな感じの気持ちになってたけど、やっぱ県外出たら、うん、またちょっと非日常みたいな、うん、ってなりましたね。あー、いいな。どうですか、振り返りですか、無職的に。はい、無職的に。え、振り返ると、私この住所不定無職、名前、はい、住所不定無職なんですけど、何回も多分何回か行ってると思うんですけど、うん、ちょ今年、あ、去年か、去年は住所不定無職だったんですよ。本当に家も仕事もなかったんですよ、うんうん、で放浪してて、家も、家も住所も仕事も本当に住所不定無職だったんで、うんうん、で1年、まあ、いっぱい路頭に迷って、うん、今年こうやってラジオもできて、うん、で迷ったのが良かったんだなって振り返ると思って、その時は辛かったですけど、やっぱ言えないとか仕事ないみたいな、うん、どうやって生きていこうみたいな感じで、もう寒いし足伸ばして寝れないし、公園で、あのブルーシート敷いて寝たこともあるんですよ。うん、でなんか子供たちがキャッキャキャッキャ笑って、いいなみたいな家あるんだなこの子はとか、飯食えるんだなとか、うん、なんかもうひがみ、子供にひがんでましたね。でもそうやってそういうのを得て今年1年あるんで、沖縄帰ってきて、そうなんですよ、よかったなって、ラジオやって、そうなんですよ、内地でってことでしょ、内地で、そう、寒かっただろ、寒かった、北海道は寒さと熊が怖かったです、あ、外で寝るっていうリスクがでかすぎ、北海道です、北海道はあの道の駅のトイレで寝ましたね、臭さと熊で脳みそやられるかと思いました、うつ病になるかと思いました、本当メンタルやられる、こういうやつ思って、でも寝れなかった、一睡もできなかったですね。もう始発でもう次のところに行こう。もういい経験。去年の話じゃない、今年の話でした、それ。あ、今年の話。じゃあこれ今年のプレイバック。すごいですね。はい。なんか、今年も今年で。そういうのを経て、でも、経て、経てなんですか、経て。そういう、うん、経て。経なんだ。パヒフ経なんですか、経てじゃないですか、これ。パヒフ経て。そういうのを経て。学び、最後の学びです今年、得てだと思ってました、こういうのを得てってずっと言ってたんですよ。おー、あ、じゃあいい学びも、こういうのを得て、皆さん知ってましたよ、知ってないですよね皆さん、そういうふうに流せば早口で言えば、あ、そうですすいませんあ、なるほど、得て、はひふげ、前半と後半では全く違う、全然人生を、全く違うんじゃないですか、いや絶対、だって YouTuber でも、はい、で2年やってるって言ってたじゃないですか、うんうん、さっき、そうですね、ま、だって1年目と今年の2年目じゃまた全然違うだろうし、そうですね、今年的の、そう、今年の YouTuber 活動と去年の YouTuber 活動、うん、なんか違うんじゃないかな、なんか沖縄の YouTube、うん、沖縄を特化した YouTuber って結構いて、それがだいぶ減りましたね、え、今年になって減った、なんかみんな上げるペースが、僕含めてなんですけど、動画投稿がなんかコロナとか関係があるのか、あるんですかね、うん、どうなんですかね、そこはちょっとわからないんですけど、なんかだいぶ減りましたね、じゃ逆にチャンス、チャンス、これチャンスなの、ピンチはチャンス、ピンチ、チャンス、チャンスはやった、えこれやったもん勝ち感ある、やり続けたもん勝ち、ライバルになっちゃうんですか、あライバルじゃないですよ、俺 YouTuber じゃない YouTuber じゃないですよ、僕、はい、ラジオなんだよ、うん、こっちはもうこっちで頑張る、そっちはそっちで頑張るけど、そうですね、ああ、そっか、あ、ピンチはチャンスってフリーグさんも、ああ、うわー、すごい、確かにピンチってチャンスかもしれないですね、うん、来年どんなことしたいとかありますか、YouTuber としての活動では、まあ、確かに聞きたい、県民の日常を、はい、主に挙げてるんで、うん、日常、県民の、沖縄県民の日常、うん、まあ、来年友達がサロンをオープンしたりするので、ね、それも先輩なんですけど、この同級生、先輩、タクヤ先輩の同級生、うん、で、美容サロンを開くので、まあ、そこをまずは一発目に YouTube で紹介して、うん、本当に地元のつながりを多く上げて、大事、なんかそっちにその僕の周りの人に貢献していけるように、おー、まあ、全然チャンネル登録少ないんですけどそういうのからもう笑いすぎですよ
何を謙虚になってんすか急に。だからそういうのはなんか少ないなりにも頑張っていけば、うん、頑張っていこうかなと思ってます。うわあ素敵ですね。すごいですね。やば全然考えてなかった抱負来年の抱負。いやそれが来年の抱負、2023年の抱負決意は、あの来1月4日来週っていうんですか、再来、ああもう今日28日っていう体なんで、うん、来週にするとのトークテーマなんですよ。はい、だから今言えないんです。あ、なるほど。はい、僕は言わないです。ちょっとすいませんシークレットで、今日はシークレットで。ツイキャスでは来てますか、ちなみに。なんか今年の振り返りとか。うん、今年の振り返りは、あの、おプレイクさんが今年の振り返り、無職君を発見できてよかった。おいい1年になりました。うわぁ。って今、いいように今並べ替えました。文字を。そんなこと言ってないです。見えないから、はい、見えないんで、もうこっちの勝ちですよ。行ったもん勝ちなんで。あ、拍手してくれてる。あ、でも今月始めたんだっけ、ラジオ。いや、もう10、まあでも11月っていうことで。11月か。一応10月26日だけど、11月から始めて。うん、すごい、ファンもいっぱいいるさ。いや、嬉しい、本当に。こんな、あっという間に。あっという間に、2ヶ月、うん、っていうか、これ紹介しなくていいの、あ、さっき。忘れてて。ほら、MC。さすがだわ。やばい。見てください、沖縄大好きさんからピンボケしてない、あ、ピンボケ大丈夫かな、ちょっと YouTuber っぽい、うん、沖縄大好きさんからお手紙をいただきました。ちょっと読んでいいですか。ちなみにこれ僕先週初登場したのに、うん、僕にも手紙があったんですよ。そうですよ、すごいですよね。すみません、絵が可愛い、絵が可愛い、絵が本当に可愛いんですよ。クリスマスツリーですか。ボケてるかな、あれしないと。ユーチューバーっぽい。ユーチューバーっぽい。本当、え、絵可愛くないですか。これ絵可愛いですね、うん。クリスマスツリー。本当に可愛い。え、じゃあ私から読んでいいですか。はい、どうぞどうぞ。メリークリスマス。住所不定無職さん。メリークリスマス。何回言うんだこれ。MM ギランの番組を持ってくれたおかげで楽しみが増えました。おこれからもよろしくお願いしますって、もうこちらこそよろしくお願いします。バイ沖縄大好き。嬉しい。初お手紙ですね。いや本当に。もう注射していただきました手紙に。嬉しい。あもう宝物です宝物。ああ逆なった、逆なった。僕も読ませていただいて、させていただいたので、あの、メリークリスマスタイガ TV タクさん、メリークリスマス何回言うの。はじめまして、これからよろしくお願いします。バイ沖縄大好きさん。うわ、ありがとうございます。そんな僕にもね、だってですよね、初登場ですぐ、あの部屋から出てすぐいただいたんですよ、僕たちって。先週の放送終わった後に、終わった後に、すぐ部屋出て、出てパッて出てきて、大男が来て、はい、おお大男が来たと思ったら、おもう沖縄大好きですって言われて、最初さっきの、さっきのだと思ったんですけど、その前に沖縄大好きですって最初言われたら、怖いじゃないですか、何がみたいな、急に報告されたみたいな、沖縄のこと。怖いって思ったんですけど、あ、沖縄大好きさんだ、うん、ってなって、うん、手紙を渡してくれて、はい、そしたらなんと先輩にも、はい、いや本当にありがたいですね。いやありがたい本当に。いやこういう方々のために、ね、この、うん、頑張っていきたいね、うん、ね、どう頑張っていいのかも今路頭に迷ってるんですけど、今霧の中にいる状態なんですけど、そういうのを経て、早速学もう学びました。そういうのを経て、えってじゃないです、へてなんで皆さん気をつけてくださいね。へて、来年、躍進、躍進っていう、合ってますか、言葉、うん、ありますよね。あります。躍進、さらに躍進。ちょっと不安げに使ってます。いやいやいや、自信満々です。躍進です。躍進していくんだよ。頑張りますよ。あ、抱負いっちゃったらダメだ。なし。なし。え、なんか、取り直しとかない。ない。聞こえてた、今。取りで聞こえた。取りなんだ、ね、取りまでしか言ってないのに。取り直しする気満々だったもん。声、心の声が聞こえてる。もう長いんで、心の声聞こえちゃうんですよ。鳥なまで言ってたんですよ。これ言ったらもう分かった。もう分かっちゃいました。え、なんかでも聞いちゃっていいですかね、はい、抱負、自分のはちょっとまだ言えない、秘密なんですけど、はい、抱負、さっき言ったんですけど、うん、YouTuber としてって言ってたじゃないですか、はい、なんかやっぱ人間として、なんか個人的な、個人的に、個人的に、うん、自分として、うん、子として、まあ僕来年に、まあ、籍を入れようかなと、はい、そうなんですよ、はい、あら、ちょっと大人の階段を登ろうかなと思いまして、
青春してーって思います。パンって時短で踏みますよ。次は住所不定無職が、うん、結婚してーって思うかもしれないですね。してーなんですよ。結婚してーって願望、願望、願望系ラジオパーソナリティ。そうですね。いやでも2023年おめでたいですね。ありがとうございます。まあ、今年あの、まあ、あの彼女が厄年ということもあったので、あら、うん、だから席は入れなくて、そういうことでしょうか。っていう意味があったんですか。してるんですか。え、うん、じゃあ来年にしようか。あ、そうですね、はい。あ、そういう意味が。そうなんですよ。あ、厄年はやっぱ外すっていうか、ちょっと。そうですね、厄年は、なんか外した方がいいと思います。なんか。すごい、結構大きなあれでしたね、この。だいぶでかい。もう個人としての。そうですね、なんかゲストなのに、なんか自分のこと言うのもあれかなと思って。もう先週も、今週も全部、ちょっと食われてますよね。だから、これ弱くないですか。ちょ、特技見つけよる。あ、もう、もう言いました。決意。2023年、特技を見つけます。もう誰にも負けない。食われない。僕のこの番組、食われないぐらい、特技見つけます。どうぞ。何がどうぞ、これ。はい。うわ、でもおめでたい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。あ、私、お姉さん、お姉さんは。私は、子として。子として。はい。個人的に。一日、カフェみたいなのを、やりたいなと思って。一日カフェ。自分の。あ、そう、一日だけ、なんかどっかのイベント。多分今店舗借りて、やったりするじゃないですか。はい、ありますよね。なんか紅茶がめっちゃ好きなんですよ。で、あと紅茶、コーヒー好きな人もいるじゃないですか。はい、ですね、多いですね。そういうケーキとかそういう凝ったのはちょっと作れないので、なんか飲み物だけやるなんか小さな。確かに。あれを一回やりたい、一回やってみたいと思って。あ、店舗で借りて、そのお店のものだけ1日限定みたいな。いいですね。のをやりたい。あの、ホールします。まさかのホールしますね。自分駐車場係りします。多分誰も来なくなる。大丈夫ですか。赤字ですから大丈夫ですか。みんなで、じゃあ、みんなで、はい。うわ、いい夢ですね。いい決意。イベントというか、なんかああいうのもできなかったじゃないですか。ああ、コロナで。なんか来年はもうやっても。いいですよね。てか、やって、元気をつけてて、みんなにも元気になってもらって、みたいな。確かに。とか、やっぱ、やっぱラジオで結構いろんな人と関わって、いろんな人とつながるじゃないですか。ですね、はい。その人たちをもっと、なんか、つなげるための、なんか、イベントみたいな。イベントっていうか、なんか、あったらいいな。なんか、そういう集まり、なんか集まれる場所、憩いの場所みたいな。ああ、素敵。あったら面白そう。面白そうですね。ホールやります。駐車場係。いるかな、駐車場。まかないはあります？まかない、まかないはちょっとどうか。紅茶。あ、紅茶、紅茶かもしれない。じゃあ行かない。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 飯も、飯もお願いします。いや、楽しみですね、2023年。2023年。早かったですね。2022年早かった。2022年があっという間でしたね。あ、ちょっと早く、お悩み相談ではないんですけど。おお、いいですね。先週に引き続き。皆さん31日って何するんですか。え、元旦じゃない。大晦日。やっぱ若い頃はやっぱ友達とみんなで神社行って、で海で初日の出見たりとかやったりするんですけど。まあある程度も大人じゃないですか。みんな何するのかなと思って。31日大晦日。何するの？去年はあれしました。こっちでなんかカウントダウン放送。え、自分が喋ったってことですか？喋って。でもスタッフだけで。ああ。すごい。でカウントダウンしてちょっとたっ。でから帰るみたいな感じに帰ってめっちゃ寝ます。本当なんて10、9、8みたいな感じ。あ、19、8。なんで英語でアメリカだったの。何しますか。今年。あ、去年初めてカウントダウン仕事だったんですよ。人生で初めて。人生で初めて仕事だった。年越し仕事だったので。大変な。ちょっと。今年も多分仕事なんですけど、だからたまにはお家でゆっくりしたいなって思ってるんですよね。だからそれがみんなどうしてんだろうって悩みですね。本当にさっき悩みって言ったらそういうことか。
がん、本当は過ごしたかったけど、ね、あ、皆さんどうしてんのかなみたいな。うん、出てると無職はどう思いますか。無職的にはですね、あと1分、あと2分やば、私は去年は温泉宿で、あの居候してたんですけど、あのおっちゃんの、おじちゃんの家の鹿児島の、でその鹿児島のおっちゃんと出会った温泉宿があるんですよ。そこで泊まって31日1日と温泉入って年を越しました。おいい、そうそうそう、めっちゃいい年越し温泉ですね。年越し温泉、年越しそばじゃなくて年越し温泉、温泉の中で年を越した、年を越して、でまた朝一でもう一回入るみたいな。1日元旦の寒いけども気持ちいい、いやいい、いい1年の始まり、いいね、それがあるからいいね。そう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 、もう本当に素敵な。今年もじゃああれですか、どっかの温泉、まあ、家ですね、家の風呂場貯めてあのポッて入れて、あの温泉の窓、バブバブじゃない、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 やばいやばい、しょうもない話、あと1分。来年の、来年の、じゃあ、あ、そうだそうだ、今年、あ、今日のオリジナル格言っていいですか。今日のオリジナル格言、あ、ビブラ大丈夫です、大丈夫です。今年1年大変ご迷惑をおかけしました。来年もいっぱいご迷惑をおかけしていきます。何卒よろしくお願いします。はい、格言です、これ格言、おい、格言ですよ、立派な。何も、おい、めっちゃ滑ってるみたいな。滑っちゃってるよ、これ。今年最後滑りました。来年は滑らないんで。来年滑らない。絶対滑らないです。もう覚悟、覚悟してください。はい、よろしくお願いします。来年もまた出たいと思ってるので、よろしくお願いします。いや、本当に、出てほしい、出てほしいです、本当に。いや、楽しかった。いや、僕も楽しかったです。ありがとうございます。いや、本当に。ありがとうございます。皆さん、今年はどうでしたか？楽しかったですかね？ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと3秒あるよ。なんか言ってください。キュンです。あー、キュン。おー。オッケー。おー。オッケー。あはす。あー、そっか。キュンです。キュンですね、終わりました。あ、来週の特典は2023年の決意です。お願いします。これには流れてるんですよ。あ、これは流れてる。あー、よかったよかった。見てる。あ、すごい、プレイグさんがめっちゃ。めっちゃくれてますね。ありがたいですね。すごい。青森の方。青森の方。すごい。すごい。うわ、嬉しい。いや、もう本当に嬉しいですね。31日は酒に溺れますって言ってます、プレイヤー。酒、年越し酒ですね。おまあでもそういう年の明け方もいいですよね。あ、まあ確かに。うん、だって休みじゃないですか。うん、休みの人は、うん。全然飲んで全然いいと思う。私もこっちで多分やった時は、お酒飲みながらやって。うん、大丈夫、喋れない。喋ってますよ、ヘベレキで。ロレツ回ってないとか面白いですよ。それはそれで面白そうですね。何言ってんだろう。いやー、本当に初日の出とかは見に行かないですか。見に行かないですね。もう多分自分は帰ってくんで、自分は行きます。あ、うん、絶対行きます。あのネタにしたいんで、ラジオの。あ、なるほど。何が何でもラジオのために。ラジオとかも今ラジオのネタ集めて。そうです、そうです。もう ラジオ以外の一日の行動計画ないぐらいの覚悟でやっていきますんで。おー、はい、決意、またケツいっちゃったもん。ラジオって楽しいな。あの、おお、嬉しい。はい、ぜひ。いや、なんか、はい、ちょっとこうやって出れるだけでもありがたいんで。ああ、嬉しい。また出てほしいです。なんかちょっと反省点がいっぱい見えました、今週と先週で。おー、あー、2回、第2回にわたって放送してるんですけど、やっぱ次はもっといいこと言おう。おー、あー、でも肩の力抜いパワーアップして、パワーアップして、パワーアップしたタイヤガ TV を、あ、覚悟してね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ終わります。はい、ありがとうございます。バイバイ。バイビー。